たちの手話はグー、チョキ、パーで簡単にできます。おはようはグーを握って、朝起きるところから人と人が向き合って頭を下げる仕草、これで朝の挨拶。おはよう、こんにちははチョキをくっつけてください。顔は時計です。ここが12時、長身と短身が重なったここでお昼の挨拶。こんにちは、こんばんははパーです。手を揃えて、指を揃えて、顔の前で、そう、カーテンを閉めるような仕草から生まれた手話です。夜の挨拶、これでこんばんは。知ってるよ、知らないの、これもよく使う手話です。相手が言ったことがスーッと胸の中に入ってくるので、わかる、知っていると使います。飲み込みがいいねなんて言われることがありますね。スーッと言われていることがわかるので、わかる、知っているです。それに対して、わからないと胸の中に入ってきません、出ていってしまう感じです。でもここでやるとちょっと汚いので、肩のところを持っていきましょう。2回くらい、知らないよ、わからないと使います。ありがとう、ごめんなさい、よろしくね、こんな手話もよく使います。ありがとうは利き手じゃない方の上に利き手を乗せてください。そしてこの利き手をゆっくり上げます。ありがとう、ありがとうございますと使います。さあこれは何でしょう。そう、勝った力士が手刀を心と切ってごっつぁんですってもらう、あの賞金をもらう仕草からです。またはお相撲の神様は三方にいるので、3回手刀を切ってもらうという説もあるようですね。それからごめんなさい、嫌な時、迷惑な時は眉間にシワが寄ります。親指と人差し指で眉間に当てます。で、ごめんねって謝りましょう。よろしくではお花の前にグーを持ってきてください。これがいいという手話です。で、よろしくお願いしますと使います。よ、こんにちは、こんばんは、さようなら。知ってるよ、知らないよ、大丈夫、よろしくね。ごめんなさい、ありがとう、頑張っておめでとう。おはよう、こんにちは、こんばんは、さようなら。知ってるよ、大丈夫、よろしくね。ごめんなさい、ありがとう、頑張っておめでとう。おはよう、こんにちは、こんばんは、さようなら。知ってるよ、知らないよ、大丈夫、よろしくね。ごめんなさい、ありがとう、頑張っておめでとう。